星結構綺麗。レーサーは起きますように。令和レーサーダッシュ。なんで棒読みがついてんの。空見えるよ、星が。こんばんは、いらっしゃい。着きましたね。とりあえず一箇所目でございます。軽くします。もやに反射しちゃうね。キーケージライトだと。和骨いらっしゃいます。あれおかしい。ここ電気ついてたのに前。真っ暗闇。もう。俺の声聞こえてる？映像大丈夫？映ってない？映ってないですか？異様な雰囲気だね。ちょっと一回ここからちょっともやってるところで撮影させてください。少々お待ち。お盆か。固定班消えてる。ちょっと待ってて。まさか誰もいないと思わなかったお盆だから。栗ごはんさんいらっしゃい。あ、そうやん、6個目さん嫌よだって。ありがとうございます。いやちょっとなんか足が重いな。ちょっと歩いて一往復してきます。電波途絶えたら申し訳ありません。あ、こんばんは。これ、ゆうちゃんかな？いらっしゃい。YC さん。タンポポさんいらっしゃい。霧がやばい、霧が。真っ暗ですね。前ね、俺一回去年来た時、電気ついてたんですよ。で、朝方いきなりその電気が目の前で消えて、うわってテンパった記憶がある。あ、こついらっしゃい。あ、てつやさんいらっしゃい。小手派なんで消えちゃったんだろうね。あの、俺がアプリ変えた時により前に来てた方かな。あ、こつです。あ、大橋さんいらっしゃい。心霊スポット、こう、軽井沢大橋です。自殺の名所ですね。まあ、いわくは言わずとも、もう皆さん結構有名だから知ってると思います、ここは。下はね、渓谷になってて、かなり、え？ケンタいらっしゃい。この橋自体はそんなに長くはないです。今とりあえず左寄りで歩いてます。ね、もやがあるから明るいライトにしちゃうと
点滅し、点滅じゃない、なんていうの、反射しちゃうんですよ。いくよ。あ、ね、ちょっとまだね、今日行きたいところが先にありますんで、ここはね、一回以前配信してるんで、ちゃちゃっとやっちゃいますね。人がいると思ったからツイキャスやろうと思ったのに。霊っぽく見えた。そうですね、これ下がもう水が川なので、小手半、あ、階段好きさんね、いらっしゃい。そう、多分おそらくそうだと思います。そしてね、今日ね、昨日がペルセウス座流星群ってことで、こうやってね、軽井沢結構綺麗にね、星が見えてます、今上。心霊スポットで流れ星来ないかなと、ちょっと。上にも俺は目を見てるんですけど。え、何の音？かんで。車の音か。橋の端歩く。ツイートのやつって何？明るい時だ、水流れてなかった？何も見えない。下、何も見えない。もう蒸気、あ、ここら辺ちょっともやが。胃の代用物まだあんま消化できてないです。あ、フォローページから来たら、ケートブリッジが開閉しちゃう。ね、そうですよね。結構な高さあるって言いますよね、こう。車が向かってきてるかな、ここに1台。これ有名なとこだからね、本当は先客いるかなと思ったんですけど、まだね、俺にとってはちょっと早めの時間ですしね。寒くはないです、涼しいぐらいです。失礼します。通りね、ライト消すと真っ暗です。目が慣れてきて星が綺麗に見える。上に今飛行機が通ってますね。え、上見てたら真ん前から足音がした気がしてびっくりした。これ本当に外にいる？どういうこと？ほんと星がめっちゃ綺麗、ここ。これ流れ星かも。でっかいの一個ちょうだい。でっかいの。
星が肉眼で数えられる限り50個ぐらいあります。スマホじゃ撮れないですね。本当に闇の中ですよね。そうですね、今これ電気を消すとこんな感じです。嵐が消化しますよ。さすがにね、でもさ、何？めっちゃ明るいやつだったらもうすごいのがビャーンって歩いて帰ります。あ、でも水の音聞こえるの、これ川？これなんか水の音聞こえない？真ん中に花ありました？マジで？え？ちょいちょいイオンが。ノイズ入っちゃってる？なんかね、水の音っぽいザーっていうのが、これ川の音じゃないかな。明るくなると水流れてないんだ。恐ろしいね、逆にそれ。流れてると思って飛び降りたら下地面だったみたいな。どこに花があるのかな。こういうところ？わあ、でも真ん中怖いわ、なんか雰囲気が。スズムシかな、これ。4。そうですね、ここは心霊スポットです、一応。自殺名所ですね。このような感じで出場もですね。ゆうちゃんだね、右に花。右ってどっちから見て右ですか？今歩いてるのは軽井沢方向と逆方向に向かってます。もうでもさ、撤去されちゃうんじゃない、花って。それなりの期間が経ったら。霊感ね、一応ちょっとありましたけど、最近あんまりね、配信しだしてからはあまり。以前ここ来た時はすごい嫌なもの感じました。和子いらっしゃい。有名ですよね。一応、場所的には有名です、ここは。電波もあるしね。普通ってないですよね、今。これ中央なんだけど。見えたことない？一つずつ確認してみますか。こういうところ？こういうところ？どっち側？もうなんか今すげえ寒気した。しまった。ちょっと待って、タイム。ちょっと写真撮ります。すいません。
戻った。ちなみに今車が通った。ちょうど写真撮ろうと思ったら車が通った。新スポかな。やべえ、配信してるよって思われたかな、こんな明るいライト持って。新スポに来たかもね。まあ一通り回ったからとりあえず撤収するか。多分待ってるよね俺を。ないね花も。やっぱ多分生きてる人間の声がするから、ここで一回戻ろうか。向こうが待っててくれるといいけど、とりあえず全部確認したいね。これ今の寒気は何だったんだろう。ないね。なくなっちゃったね。じゃあ戻りますか。人来たっぽいから。人の笑い声がするやっぱり。まあね、この時期はね、いなかっただけマシだよね。じゃあちょっとね、一瞬だったけど次の場所に向かうんでここで終わろうと思います。多分あの2台通ったんだけど、2台とも新スポですね。じゃあとりあえず俺車載に切り替えますね。お疲れ様でした。まだね次行くんで、次の場所。じゃあね、とりあえずトリオツです。